よろしくお願いします。いらっしゃいませです。さあ今日もね、初心者の方、旧車の方にもできるだけ分かりやすく楽しく居飛車を後付け実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ今回ね、相手の方の戦型がまだ分かりません。左美濃かもしれないし、矢倉かもしれないし、まあ居飛車は確定なんですけど、囲いが分かんないって感じですね。まあなのでこっちとしては作戦をまだ決めずに、まあ、試験飛車かもよみたいな見せ方をしてるんですけど、まあ、心の中ではガンギ行こうと思ってます。で、矢倉組んできましたね。まあ矢倉の持久戦型なのか急戦型なのか、まあその辺は見とかないかんのですけど、まあ一旦ガンギの形作っといて、ここで飛車先ついて、まあこっちも居飛車ですよと、ガンギですよと宣言してきました。まあ向こうからするとね、右玉の可能性もあるかもしれないんで、なかなかなんですけど。で、角引いてきたんで、まあ、矢倉でしょうね。ってことは、5筋ついて、角道を通してくるはずなんで、って感じなんですけど、まあまあ、ぼちぼち駒組みしていきましょう。で、しっかり囲ってきたんで、まあ、矢倉は矢倉ですね。右玉ではないかな。で、矢倉には、ここの、まあ、後手番の符号で言うと、6四歩型 ?6 四歩から6三銀上がるかどうかちょっとわからんけど、6四歩型で、行きますね。で、角道開けてきて、まあ、俺も桂馬ジャンプできるように、しておいたら角交換してきましたね。まあ、これは取って取って清算して歩打ってって感じですね。で、こっちとしては、まあ、この歩が浮いてるの嫌なんで、やっぱり銀上がっていくんかな普通は。で、角交換型なので、角銀雁木でバランス取ってる形の方が角の打ち込み少なくていいんじゃねえのっていう展開だとは思うんですが、まあまあ相手も工夫していきますよね。で、これはまあ桂馬ジャンプ銀上がりさせないよっていう手なんでしょうけど、まあとりあえず桂馬跳ねといて、で金上がってきて金やるの完成ですね。で、このやっぱ上部に手厚い形組まれると玉頭戦をしたくないんで、右玉じゃなくてやっぱ雁木に囲いたい。バランス型なんで、まあここに囲うんかな、4人玉型にするんでしょうね。まあ、とはいえ、一回飛車引いて、まあ、右玉かもよと見せついてって感じですね。で、相手の方囲ってくるんですけど、まあ、玉入っとって感じかな。あ、そう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 。これね、銀上がってきた瞬間に、これ出てくるなって予感がしたんですよ。出てくる時に、追い返せるように桂馬を跳ねといて、まあ、出てきたんで、これ歩ついてお帰り願って、手損しましたね、相手がね。これちょっとポイント稼いだかな。まあ、後手番ながら、先手番換算ぐらいになったかな。で、まあ、玉囲っといて、まあ、端も受けるか迷いましたけどね。まあ、受けといて、何があるんですかと聞いてみる感じかな。で、相手は囲ってきました。で、こっちとしては、まあ、何かしらのこう、タイミングで、桂馬を出すと思うんで、ここの歩はつかないかんのかもしれませんね。まあ、つかずに角打つ手もあったかもしれないです。角打って次歩ついていくよみたいな。まあでも角打ちで消してくるか。まあそれを消すならやっぱり角じゃなくて歩なのかな。ここのところはちょっと細かすぎて分かんないですね。まだ分かんないですね。まあ歩が普通かな。で、相手の方は引いてきて、まあ手損した上になんか銀引いて撤退していったんですけど、まあ何かしらのタイミングの多分ね、この角を気にしたんでしょうね。飛車とこの辺狙ってるみたいな。まあということで、まあこれだったら、こう、俺も角を設置して、このラインで攻めていこうかなって思ったところなんですけど、まあ上がってきましたね。これだったら別になんか下がった意味は何だったんだろうって、まあ角打ち気にしたんでしょうけど、まあそこまでなんか行ったり来たりしなくてもよかったんじゃないっていう、ここの歩の方が嫌だったかな。まあ嫌ってこともないですけど、手が進むからな。まあこれだったら、まあこの辺行きますよね、普通。取ったら桂馬ジャンプしていって銀の両取りだから、まあ取れないですよね。だからこれ普通ここ来るんだけど、まあこれだったら一回取るか、まあこっち取るか迷ったけど、まあこっちかな。取った時に、いやどうだったんでしょうね、これ。一歩持ってるから、ここ叩く手は確かに気になったんですよ。
で、今回ちょっとね、かわしてみました。で、これ次、放置するとと金作るよって言ってるんで、相手も飛車回ってくるんですよね。で、こっちのターンが回ってきたんで、まあ、銀がこう出てきた瞬間にまだこっち角引いとけば大丈夫なんで、なんか玉頭で多分戦いできるなっていう。で、銀が出たいと言ってるはずなので、これ取り込んだら同銀ではないはずなんですよね。こっちで銀か金かで動くはずで、まあ取って、まあそうですよね。銀で出てきたんで、これは飛車先一回入れますよね。で、まあ取って、で、ここで2歩あるんで、継ぎ歩と垂れ歩でいいんじゃないかなと思ってやってきました。で、これは銀出て角下がった時に、飛車先が重いよねって思ったんで、いけるかなと思ったんですけど、どうだったんでしょうね。これ今思えばね、このタイミングで、なんか出られて下がって、歩突かれて同銀に銀でとか気にはなるかな。取れるけど取って、また出てくるんかな。歩打って、まあそれはさすがにセーフか。まあ、ということで、相手が取ってきたんですけど、これは、まあ、垂らしといて、どうかなっていう。で、相手の方、桂跳ねてきたんですけど、これはまあ、こっちも桂馬さばけるし、一歩交換、一歩手に入るし、まあ、いいんじゃないって思ってました。で、これは一回桂馬取りますよね。取って、で、同金。まあ、これは多分、銀打ちを気にしたんでしょうね。同銀だったらぶった切って同飛車に銀打って下がって取って取って歩成ってが入るんで、ここの地点を先に受けとかないかんってことで金寄ってきましたね。まあそれでもちょっとぶった切って勝負してきました。で取ってでぶち込んでって、これ下がる方が嫌だったかな。取ってくれたんでちょっとねありがたかったんですけど、下がる方が嫌だったかな。下がってどうすんだろう。まあでも取って同玉に金打つ、避けて取って取って歩な、まあまあそうね、やっぱ崩壊はしとんか。どっちみち崩壊はしてますか。まあ取ってきたんで取っといて、でここに歩打ちたいんですけど、打って避けられた時にまあどっちもあったのかな。打って打って避けて金打って避けて取って取って歩なって、うん、そっちもあったかもな。そっちでよかったかもな。なんかそんなちょっとこう遠回しの攻めしなくてもよかったかもしれないですね。こう今回ね金打ってったんですよね。これが次歩打って避けた時にまあこっち取ってとか思ったんですけど、うん、普通に歩打ちの方がよかったかもしれないですね。だから相手も多分歩打ったら歩打って取って取って歩打ってお帰り願って、でここぶち込んでくるみたいな感じの攻めなんかな。いやそれを考えるとね、なんかこの辺の攻防ちょっと気にはなるところなんですよね。まあ今回金で張り付いてって相手も銀で受けてきて、でこれはこの銀狙えるなと思ってここの桂馬打っていきました。これこいつ避けるとここ銀取られちゃうから、まあだからこの銀はしゃあないよねって言って飛車の利きをやめてねって言ってきたんで、まあこれは取っといてって感じですね。まあ取って取って、まあ同銀の方が嫌だったかな。どうなんでしょうね。まあそれも銀引っ掛けるんかな。引っ掛けてここの金狙っていくみたいな感じなのかな。まあ、今回は金できたんで、これ金は斜めに誘えってやつで、これこっちの銀取った時にどないすんのって思ったんですよね。まあこれあの飛車の、まあ、飛車銀両取り、飛車金両取りがあるんで、これどうすんだろうって思ってたんですけど、まあシンプルに下がってきて、これね、なんかここに銀とか打つような世界線なのか、でも下がられるからな。まあ銀打って下がって歩打ってこっち行って、いやそれは嫌か。まあ今回ね、これ普通シンプルに取っていったんですけどね。
まあ、これで一応駒の損得で言うと何がどうなってんの。これ角と桂も渡してるけど銀銀金もらってるから、まあ、こっちが若干駒得かな。うん、若干駒得だと思うんですけどね。まあ受けてきたんでこれね迷うんですよね。まあ清算するかな。まあ清算していきました。で、まあ、やっぱりこう攻めが細いのは歩が立たないからってことでここの歩をついていきました。まあ、もしかしたらねこれね一歩あるからなんかこう桂馬跳ねて同飛車に歩みたいなそんな受けもあったのかもしれないが、まあとにかくここ爆弾抱えてるんで結構怖いところではありますよね。まあまあ今回は攻めていきました。まあ桂馬ぶち込んでくるのは見えるんですけど、まあ取られたところで別にどっちいうことはないんで、まあこれで上から押さえていってどうかなっていう感じっすね。まあこれもね銀どっちで下がるか問題はあったんですけど、まあこっちで下がっといて歩突きを減らすべきかな。それで言うと、もともとなんかこの時に歩突きの方が俺は嫌でしたけどね。まあでもそれは取って取って、先手取られちゃうか。まあまあ、今回は銀を引いていきました。で、こうね、プレッシャーかけてくるんですけど、まあこれは一回こっち取りたいよね。取って、どこ逃げんのと。まあ下がってきたんで、まあ、やっぱりねこう王様を追い詰めながらかつ飛車にアタックかけたいということで、まあ金は上がっていきたいですよね。ああまあ一回封じましたね。これ当たった瞬間にぶち込まれて取って取って取って走って、まあそれも大丈夫なんだろうけど、大丈夫なんだろうけどちょっと怖いんで一回緩和しときましたね。まあこれ入るだけで結構硬いっちゃ硬いかな。ぶち込んでも取って取って取ってその後がないから根元の駒を働き弱くしたってことですよね。で相手の方はまあ飛車先止めようってことで金打ってきたんですけど、まあそこはもういいかな。なんか飛車よりもこのここまで攻めれる方が嬉しいんでこれ金上がっていきますよね。でここでね相手の方ねまあ飛車をね下段まで下がっちゃったんでこれ詰みましたね。これ3手詰めですね。これ簡単な3手詰めですね。まあ頭から銀打ってどこに逃げてもまあ頭金までの詰みですね。はい、ありました。はい、いかがでしょう今回ね、矢倉の戦いやっていきました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね次回の対局も楽しみにしていてくださいということで本日もお疲れ様でした。お会いそう。